うち今男藩の宿屋やってます。男は旅人、女は宿屋。歌えの一人を一重に細めた勝負とあやめの違いはな。美しい嵯峨野の里に今女の愛がよみがえる。雨に現れた夏木立のよう。不倫とか情事とか最近はなんや流行みたいに言われてますやろ。けど男と女の愛はそんな片手までできるもんと違う思ってます。ほんまに人間か、裸になっとうみ。本当の愛を教えてください。今、女の愛が変わる。